が勝負どころになると思いますよ。左左素晴らしい、左左左から右へのリズムを崩していかない、いや決まったー、ダウンダウンダウン、決まりました。強いパンチが入ってちょっと立ち上がれない海津朝日、かなり綺麗に入ったと思いますが、こちらのシーンでした。左左右のリズムの中で大きなパンチが入ってしまいました。立ち上がれません、少し効いてますね。これは試合終了でしょうか。素晴らしいパンチを出しました。透明人間、透明人間の美しいパンチが、顎にヒット、素晴らしい右フックでした。透明人間、見える人には見えるパンチ、透明人間の素晴らしい KO です。さあ泉朝日も透明人間を称えて拍手をしていますね。少しまだ痛いですかね。まだ痛い、そっちじゃないですね。パンチ受けた、しています。東京名古屋間の帝王東明はこの相手の挑発に対してね、ガードを下げている泉さんに対してチャンスですよ。かなりチャンスです。左右で、おっとー、ダウン、入りました。残り一戦、東京名古屋間の帝王の必殺技東明高速が一撃でヒットしました。効いてますね、効いてますね。さあ戻せるか、戻せるか、イエーイ、戻せない。ここで試合終了のゴングが鳴りました。このパンチでした。もう打たれた瞬間に、少し右の方からえぐり取るようなストレートが入ってます。もうこの時点で完全に意識を飛ばされてしまった。膝からがっくし崩れ落ちる泉朝日、この後効いてましたね。しばらくは意識を戻せませんでした。構えたんですが、やはりここで試合終了のゴングとなります。悔しそうですね、泉朝日。法政に不吉と頭なしで9周年のメインステージを飾るのはフリーファイトでいこうね。泉朝日対トメイン源の一戦です。1ラウンドから手数の多い2人、1ラウンドからかなりの手数の多い、おっとテンポの1台から左に一発、素晴らしいパンチを繰り出しました。透明人間泉朝日、ここから一切立ち上がることができませんでした。1ラウンドまだ始まって8秒の中です。素晴らしい数の打ち合いでしたが、ここで一発左にもらいます。左ストレート、左フック、素晴らしいものがありますね。透明人間、救急車呼べ、救急車呼べ、早く急げ急げ。